ジャクソン湾の奇跡の出会い、ナンバーアンダーライン愛の未来を変えたミラクルコネクト。ついに日本の壁を打ち破る。ジャクソン湾の熱烈支援がナンバーアンダーライン愛のグローバルゲートウェイを開いた。ジャクソン湾の存在がナンバーアンダーライン愛にとっていかに大きな意味を持つか、それはまるで新しい世界の扉が開かれたかのようでした。彼の支援と熱意によって、 彼らの人生は新たな方向へと動き出しました。そう、まるで奇跡のような出会いが彼らの未来をきらめかせるように変えていったのです。ジャクソンワンとナンバーアンダーライン愛の絆はただの単なる協力関係を超えています。彼がコーチェラにゲストとして招かれ、彼らを応援したことは単なる仕事ではなく心からの支援の現れでした。 その温かい姿勢に触れ、ファンである彼らも、彼の人柄と才能に感動しました。日本の芸能界においては、世界への羽ばたきが難しいという壁が存在しています。しかし、滝沢さんの行動やナンバーアンダーライン愛の活動によって、その壁は徐々に取り払われつつあります。彼らの挑戦精神やジャクソンワンのようなサポーターの存在が、 日本のエンターテイメント界に新たな風を吹かせています。ジャクソン・ワンはただのアーティストではありません。彼の人柄やパフォーマンスは周囲にいる人々に幸せな気持ちを与える力があります。彼が与えるインスピレーションや支援はナンバーアンダーライン愛のメンバーだけでなく彼らのファンにも大きな勇気と希望を与えています。 ジャクソンワンとナンバー・アンダーライン・アイの出会いは、まさに運命のようなものでした。彼らが共に歩む道は、きっと素晴らしいものになるでしょう。彼らが挑戦し、成長し、夢を追い求める姿は、多くの人々に希望を与えています。この物語はまだ終わりではありません。ジャクソンワンとナンバー・アンダーライン・アイの絆は、これからも続いていくでしょう。 彼らが共に歩んだ道は、きっと多くの人々の心を打つでしょう。さあ、未来への扉が開かれるその瞬間を、一緒に待ちましょう。ジャクソン・ワン、本当にかっこいい。だけど、おちゃめな性格みたいで、翔くんは、人見知りだけど、気を許した人への絡み方は、ちょっと似てる部分あるのかもしれないと思います。これからです。ナンバーアンダーライン愛は、 滝沢社長さすがだなと思います。今後コーチェラを見るまで、ジャクソンワンさんのことは全然知りませんでした。参戦後 X などでナンバーアンダーライン I のことを載せてくれたり、人見知りな三人を気にかけてくれて優しい人と知り、ジャクソンワンさんについて勉強しています。ファンの方も皆優しくて、前屈かと思っていました。ゴッドセブンみたいに権利ありといいですね。 韓国ではゴッドセブン以前にも事務所バラバラでグループを続けさせてるグループは割といますよ。2.5世代のビースト、ハイライトというグループが有名です。ガッセはその後の世代です。間違いなく、韓国では7年の壁を越えられるかどうかが活動の鍵になります。タッキーとは関係ないと思いますよ。 ジャクソンワンさんとナンバーアンダーライン愛の関係に対する感謝の言葉は数えきれないほどですね。彼らの出会いや協力はただ単にエンターテインメントの枠を超えたものです。ジャクソンワンさんの人柄や情熱がナンバーアンダーライン愛に新たな展望をもたらしたことは明らかです。ジャクソンワンさんのような国際的なスターがナンバーアンダーライン愛をサポートする姿勢は 本当に素晴らしいことですね。彼のコーチェラへの出演や SNS での応援はファンだけでなく、ナンバーアンダーライン愛自身にも大きな力を与えたことでしょう。日本のエンターテインメント界における世界へのイメージが変わりつつあることも、滝沢さんやナンバーアンダーライン愛、そしてジャクソンワンさんの活動によって示唆されています。国境を越えた交流や支援が、 新たな可能性を切り開いていくことを願ってやみません。ジャクソン・ワンさんとナンバー・アンダーライン・アイの関係は、ただのエンターテインメント以上のものです。それは、夢や情熱、そして真の友情が交錯する場所です。これからも彼らの活動から目が離せませんね。ジャクソン・ワンさんのこれまでの活動や人柄に触れ、 ナンバーアンダーライン愛との関わりについて深く掘り下げてみました。彼らの出会いや交流が単なるエンターテインメントにとどまらず、新たな可能性を開いていることが伝われば幸いです。ジャクソンンがナンバーアンダーライン愛に与えた理由に対する感謝の言葉が止まらない、驚きの滝沢社長とのつながりが、 感動的なナンバーアンダーライン愛の世界への扉が開いたジャクソンワンさんに感謝。そしてナンバーアンダーライン愛とのコラボにありがとう。翔くんたちの人生に対する覚悟やタッキーの真剣な姿勢を真剣に受け止めてくれたのね。ジャクソンさんの過去にこんなことがあったんだね。事務所を超えた再生、その情熱はすごいね。こんな人にサポートされるなんて、 ナンバーアンダーライン愛も素晴らしいね。これから色々な国に呼ばれると嬉しいです。タッキーとジャクソンワンさんとのつながりがナンバーアンダーライン愛を応援したって、そう感じたよね。ジャクソンワンさんはすごい方なのに。ナンバーアンダーライン愛のためにコーチェラにゲストとしてきてくれて、応援してくれて本当に優しい方だよね、タッキー。滝沢社長ありがとう。感謝です。 トベを立ち上げてくれました。世界って言うと確かに日本では無理とか生きがってるとかなんで世界みたいに思われがちだよね。それは日本のエンターテイメント界、芸能界が注目のイメージを植え付けてきたからだと思うよ。某事務所が牛耳ってきたことが日本の才能ある人たちを日本に閉じ込めていた。 テレビも雑誌もあらゆるメディアもスポンサー側もそうだったと思うよ。滝沢さんの行動で正しい方向に気づいた人たちが応援する気持ちを表に出せる環境が少しずつ大きくなっていくよ。その先頭を走るのがナンバーアンダーライン愛なんじゃないかな。できる日本になったらいいなと願うよ。ジャクソン・ワンさんは美しくて一応なお人柄と感じました。 さらに力を貸してくれる気がします。コーチェラのバーベキューで、人見知りな3人がジャクソンワンさんの姿を見つけて、すごく楽しかった、引退で話していましたね。皆さんも優しいし、私たちも良いファンを持っているね。ジャクソンワンさんに関しては、すごくポジティブな話がたくさんあるね。どれだけいい匂いって想像しちゃうよ。これからも、 ジャクソンワンさんやナンバーアンダーラインアイの活動に注目して彼らが作り出す未来に期待しましょう彼らのつながりがもたらすインスピレーションはきっと多くの人々にとっての励みとなることでしょうそして最後に質問を一つジャクソンワンとナンバーアンダーラインアイの出会いがあなたにどんな影響を与えましたか彼らの物語から あなたが得ることができるものは何でしょうか